皆さんこんにちは、まいこでございます。本日はですね、こちら2月27日発売のローラメルシエ新作ファンデーションのレビューをしていきたいと思います。これね、めっちゃ長い名前なんですよね。フローレスルミエールラディアンスパーフェクティングファンデーション、消えた。海外ですでに販売が先行して始まっていて、私セルフジェスっていう UK の大手百貨店のウェブサイトから購入をしました。それではスペックの方からね、先にお話ししたいと思います。カバー力はミディアムフルなので、まあ高い方かな。15時間保湿が長持ち、軽いつけ心地のファンデーションだそうです。仕上がりは滑らかなツヤ肌。その秘密っていうのが、フラットなクリアパールっていうのが配合されていて、それがレフ板みたいな感じで光で飛ばしてくれるのと、あとツヤ感が出るようです。色展開は11色、結構ね多い方だと思うので、自分に合ったぴったりの色が見つかるんじゃないかなと思います。私がすごくいいなと思ったのは、インスタントにこうツヤ肌にしてくれるっていうのもそうなんですけど、それプラスビタミン C がすごくたっぷり配合されてるということなので、ここには4週間使い続けるとシミが薄くなるっていうことなんですよ。私しかもシミだらけなんでね、ファンデーションをつけながら、シミケアができるっていうのはすごく嬉しいポイントだなと思います。オールスキンタイプ向けっていうふうには書いてあるんですけど、特にノーマルからドライスキン向けなファンデーションとのことです。ちなみに私は乾燥よりの混合肌です。お値段は6000円税抜き、 30ml 入ってるので、このランコムのタンドルアイドルウルトラウェア、こちらも全く同じ値段で 30ml 同じ量なので、まあ安くはないんですけど、まあ、デパコスのお値段かなっていう感じです。まあ、これと同時に発売しているちょっと変わった形のスポンジがあるんですけども、ちょっと今回はね手に入らなかったので、自分の持ってるツールで塗っていきたいと思います。薄いのでポーチとかにも入れやすいかなっていう印象です。すごいねシュッとしたこのキャップがマットになってて、まあ、これもポンプでね出しやすい感じで、私は結構デザイン気に入ってます。はい、というわけで早速塗っていきたいと思います。今日はですね、左右違う下地を塗って比較をしていきたいと思うので、下地はですね、これを購入するのと一緒にこのローラメルシエの同じブランドのファンデーションプライマープロテクトっていう SPF が入ったタイプのものを購入したので、これを片面に塗るのと、もう片面にイヴ・サンローランのラディアントタッチブラープライマーをこっち側に塗っていきたいと思います。ローラメルシエの方は保湿力がすごく高くって、まあ、SPF も入ってるんでオールラウンダーというか、お肌のデコボコはスムーズにしてくれるんですけど、毛穴をしっかり埋めてくれるっていうタイプの私たちではないので、今回こっち側反対側に毛穴をしっかり埋めてくれてサラサラにしてくれるタイプのものを使おうかなと思って、こちらイヴ・サンローランのものを選びました。実は事前に一度試し塗りをしていて、筆とスポンジどっちで塗るのがいいか、見ておきたかったので、で結局筆で塗る方が綺麗に伸ばせました。鼻にしっかりとなじませて、あと顎のこの辺もで、こっちはパール1個分ぐらい、ほんとねこれしっとりするんですよね。なんかもともと下地も気になったので、これをきっかけに変えてよかったなと思います。ちょっと乾かしてから塗ってきます。今回私が使うのは 2N1 カシューっていうお色で、なんかね私もともと白いんですけど日焼けで黒いんですよ。冬になるとすっごい色白くなってくるんですよね。なんで今回はちょっと明るめの 2N1 カシューっていう色を使います。これワンプッシュが結構少ないので2プッシュぐらい先にこっち塗ってきます。薄い膜を作るように、ちょっと毛穴のところは反対向きに、今こっちの顔だけに塗ってます。質感が綺麗なのも伝わりますかね。光のそのなんちゃらパールが入ってるっていうことなんで、やっぱ本当に綺麗に反射してくれて、毛穴とかアラをね飛ばしてくれるんですよね。シミはまあぼちぼち隠れてるかなってぐらい、まあ、ミディアムカバレージですね。うん、綺麗。
両方に塗っていきます。はい、両方塗り終えました。こんな感じです。こういう大きなシミはやっぱり隠れきれないかなって感じなんですけど、クマはねぼちぼち光で綺麗に飛ばしてくれてるかなっていう印象です。すごいしっとりしてるなっていう印象があります。いやこれめちゃくちゃいいです。すっごいしっとりする。やっぱり毛穴はこっちブラープライマーの方のが毛穴のこの辺は綺麗に馴染んでくれてるかなっていう印象があります。うん、別にこっちがね汚いとかいうわけでもないんですけど、あえて言うならばっていう感じかな。でもこっち側のなんだろうな、小じわになりやすい部分はなんかこっちの方が綺麗かもしれない。とはいえ皆さん崩れ方を見たいと思うので、まあ今日普通に1日過ごして夜にまたお会いしましょう。皆さんこんばんは。夜になりました。今日はですね旦那の撮影を手伝ってて、外に1日出ていたので結構なんだろう冷たい風を浴びていたんですけど、撮影したのが朝の10時なんですけども、今夜の9時5分でございます。ですねまずアップでこんな感じになっております。崩れてないんですよあんまり。ただおでこがねちょっとテカってます。さっきも言ったと思うんですけど、私乾燥肌寄りの混合肌でこの辺がめちゃめちゃ乾燥するんですけど、おでこと鼻も最近あんまりなんだよね、眉間からおでこにかけてがものすごい脂っこくなるんですよ。でここの部分はほとんど崩れてないです。なんか変なシワの跡とかもそんなにできてないし、すごいふわっとした感じっていうのかな。もともとシミとかががっつり隠れてたわけではないんですけど、光でこう散らしてくれるっていうその効果がものすごく綺麗に出てるんじゃないかなって気がします。すっごい綺麗じゃないですかこれ。もう12時間経ってないか、11時間後ですよこれ。で、左右差なんですけど、右の毛穴の方が断然綺麗です。やっぱりこの辺のひび割りとかも全然ないので、ただここの辺は若干こっちの方のが綺麗かなっていう若干ですけどね。小じわの感じなんですけど、こうやってもどっちもあんま変わんないので、まあ下地はねどっちも合うと思います。毛穴が気になる方はこっち使えばいいし、保湿が必要な方、乾燥が気になる方はこっちを使えばいいかなっていう感じがします。どっちでもいいかな。はい、というわけでまとめますと、これは完全に一塗りでございます。めちゃいい。私ツヤツヤの肌もサラッサラの肌も苦手で、ちょうど中間よりもちょっとツヤ寄りぐらいの感じが好きなんですけど、これはまさにそれで、いい感じのツヤ感を出してくれるんだけどベタベタ一切しないので、まず質感がとても私は好きです。これは乾燥肌向けかなっていう印象を受けました。ただオイリー肌の人はあんまり合わないかもしれない、合わない人もいるかもしれないです。4週間、1ヶ月使い続けて、そのビタミン C だったりその美容液がどう肌に効果があるかっていうのをちょっとね経過を見るのが楽しみな感じですね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。2月27日もうすぐ発売ですので、ぜひ興味のある方は見てみてください。動画楽しんでいただけた方はぜひいいねボタンをお願いします。今後も動画どんどんアップしていきますので、ご興味のある方はぜひとも、ぜひ、今後もね動画どんどんアップしていきますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは次回会いましょう。 See you next time!